メラ回りました。はい。用意。はい。はい、ベーシックインカムのその第二のブームという具合にちょっとお話しましたけれども、その原因というのがですね、実は大きな要因がありまして、それをちょっとご説明したいと思います。今その例えばフィンランドとかそのスイスでベーシックインカムの実験やったり国民投票があったりする背景はですね、やっぱり我々のその今まで作ってきた経済成長というその国家のベース、それからもう一つ、福祉国家を目指してやってきたというそのベース、この2つは私はくっついてると思うんですけれども、これが大きく揺らぎ始めているということだと思うんですね。まずその経済成長の方なんですけれども、今我々がその生きているその先進国と言われる資本主義の国家というののベースはですね、20世紀の最初のアメリカで生まれたという具合に考えています。で、NHK のですね、新映像の世紀というのを皆さん見られた方いらっしゃると思うんですけれども、その中にですね、1900年代の最初、つまりアメリカの資本主義が恐慌を迎える前の華麗なるギャツビーという映画がありますけれども、あれに出てくる金ピカの時代という、まあ、みんなその金儲けに走っている時代のシーンが出てきます。でその時になぜアメリカはその金儲けの資本主義国家としてスタートし成功したかという映像があるんですけれども、それは実は原油なんですね。カリフォルニアに油田が発見されます。でその油田のシーンは非常に象徴的なシーンがあって、日本でいうと田んぼのようなところが油だまりがずっとこうモノクロフィルムですけれども出てきます。であれはですね、ある人にお話を聞いたんですけれども、自分の家の庭をスコップでちょこっと掘るだけでじわーっと原油が湧いてくるんですよね。これはどういうことかっていうと、ほとんど労力をかけないで石油という非常に効率の良いエネルギーが湧き出てくると、これをアメリカの資本主義は利用して、そして世界中で金儲けをすることができるようになったんです。つまり我々の資本主義というのはほとんど無から有を生むというシステムで、原油というその無から有を生むというシステムが今の金持ちアメリカを生み出してきたということなんです。でこれが実は行き詰まっているということなんですね。グラフを見ていただくと分かるんですけれども、これは水野和夫さんという人の本から取りましたけれども、最初の石油は先ほど言ったようにですね、スコップで掘るぐらいの労力で生み出された。ところがだんだんその油田というのは遠くのですね、北海油田みたいにものすごい海の深くにですね、ドリルを掘って労力をかけないと取れなくなってきたわけです。ですから最初は1の労力で100のエネルギーが得られた。だんだん時代が進んでくると1970年ぐらいですけれども、1の労働では30ぐらいしか得られなくなってきた。でそのうち今経済に詳しい方はよくご存知だと思うんですけれども、アメリカでシェールオイルというのが出てきまして、この今までの油田とは違うあり方のオイルが出てくる。しかしこれ夢のオイルっていう人がいるんですけれども、これはですね、ものすごいやっぱり労力をかけて環境を破壊するような地下のこう圧縮するようなシステムを使って、石油を取り出しているわけですね。そうすると、1の労力に対してせいぜいエネルギーはもうカリフォルニアが100ボロ儲けだったのに、1の労力でも 2.5 ぐらいしかエネルギーが取り出せないという、ほとんどこうなんていうんですかね、使ったものに対して得られる労力が少ないエネルギーになっているわけです。ですからよく石油の問題は石油がなくなるということがクローズアップされるんですけれども、それはちょっと正確に考えていただくと、エネルギーが単になくなるということではなくて、その質が悪くなるわけですよ。悪くなるというのは私に言わせればまあいいことなんですけどね、最初はボロ儲けでそのできたことができなくなってきた。これは経済の専門家はエネルギーの崖という具合に言っていて、ある段階からエネルギー効率が非常に悪くなる。そうすると資本主義がどんなに成長させようと思っても成長しないということが分かってきたんですね。これは日本の経済成長を見ると明らかで、私は1960年生まれですけれども、高度成長期の日本の経済成長というのは平均で 10% 近くもあるわけですよ。今の中国なんかにすごいわけですよね。でそれが終わってオイルショックというのが1974年ぐらいにありますけれども、この段階でガタンと落ちて平均で大体 4-5% に落ちる、半分ぐらいだ。それからバブルが来る、一旦ちょっと良くなるけれどもバブル崩壊してもっと下がる。で今大体安倍さんもよく言ってますけど、経済成長して良かったねっていうのは
せいぜい 2% とかですね、数パーセントレベル でマイナス成長にもなるかもしれないっていう、そういう低空飛行をずっとこの20年間やっているということで、もうこれはもうグラフ見ればだんだんだんと下がっているのは小学生が見ても明らかということなんです。これをいきなりですよ、今数パーセントしかない成長率を高度成長よもう一度ということで 10% 台に乗せるというのは不可能なことなんです。なぜ不可能かというと、さっき言った資本主義の大元であるエネルギー収支がもうすでにこう非常に悪い段階に来ていて、世界中の資本主義が無理をしているということが明らかだからです。で結局そうなるとどうなるかっていうと、福祉国家というのがあるんです。これ福祉国家いいことですね、あの福祉が充実はいいことなんですけども、もともと福祉国家というのは皆さん素朴になんか人権のために福祉国家作ったんじゃないかと思われるかもしれないですけれども、福祉国家の原型と言われているケインズ・ベバリッジ報告というのがイギリスで1940年代に出ました。まあ、まだ戦争している段階で彼らはもう戦後の世界を見据えて福祉国家の提案をしているんですね。この時のベバリッジさんという経済学者の報告を見ると分かるんですけれども、福祉というのは人権じゃないんです。経済成長を維持するために労働者が病気したり怪我をしたら、それを補うために保険や福祉があるんだ。つまりあくまでも右肩上がりの経済成長が前提になっていて、そのおこぼれを労働者に回しましょうね、あなたたちが病気しても働けるように、あるいは経済成長がどんましないようにということで福祉国家を作ったんです。これが福祉国家の前提なんです、ちゃんとしたっていうことはカッコつけますけど、ちゃんとした男性の稼ぎ手がいて、お家に帰ると奥様が、女性がですよ、だから最初から性差別が入ってるわけですよ、女性が、男性を支えて家庭を維持して経済成長を実現して、その余ったお金を保険とか福祉に回しましょうねというのがベバリッジさんの言っている福祉国家で、これが実は戦後福祉国家スタートした時のモデルになりました。ですから福祉というのはよく考えてみると、やっぱりさっき言った経済成長とくっついてるということです。これが行き詰まってきている。でじゃあどうするかっていうことで、このベーシックインカムというのがもう一度ブームになっているんだと思うんです。で実はこの経済成長がもう終わりなんじゃないかということは、さっきその水野和夫さんの表を出して私お話しましたけれども、1970年代の半ばにですね、成長の限界というローマクラブというその世界の学者が集まったまあシンクタンクみたいなのがあるんですけども、そこは本を出しまして、成長の限界という有名な本を出しました。これはもう人類はどんな頑張ってもエネルギーの面から見ても、人口の面から見ても必ず行き詰まると。だからこれからは世界の人類の課題は成長ではなくて分配ですよっていう場合に、その、はい、私のミスでこれあのどっかで行こうか、そのちょっと前から、はい、これスレスレ切れちゃうといけないので、はい、もうちょっと真ん中に来ていただきます。はいはいはい、でちょっとさっきのこれからちょっと画角を変えるんだけど、はい、どっから話し出しましょう。ちょっと緑が見切れちゃったから、はい、もうちょっとこっちが来て、はいはい、そしたらこうどの辺だったかな、今のちょっと2分ぐらい前、そうすると、はい、ベバリッジさんの話ですね、はい、お願いします、はい、福祉国家の原型というのは人権ではなくて、ベバリッジさんが言っていたのはその男性の労働者の稼ぎ手がいて、その稼ぎ手をお家へ帰ってくると女性の奥様がいて支えてという、最初からその家父長制という女性差別の構造が福祉国家にはもう入っちゃってるんですけれども、そういうシステムがあって、それが壊れた時に保険や福祉で補いましょうと。でその前提になっているのは何回も言いますけれども、経済を成長させるということなんです。で経済を成長させることがあって初めて福祉国家というのが成り立つというのがベバリッジさんの考えで、実はこれが世界中の福祉国家の原型になってます。ですから、これももう一度何回も繰り返しますけれども、今のそのベーシックインカムが出てくる背景にあるのはその経済成長と、それとくっついている福祉国家と、両方とも同時に限界が来ているということだと思います。でこれは実はですね、1970年代の半ばにローマクラブという世界中の学者が集まったシンクタンクでですね、成長の限界という有名な本を出して、そこの中で予言的に述べているんですけれども、人類はこれ以上成長しないと、石油の問題、それから人口の問題、環境の問題、どれ一つとっても無限の成長など地球ではありえないんだということを彼らが証明しているんですね。でその時にその本の末尾に印象的なことが書いてあって、これからの人類の課題は成長ではなくて分配ですという具合に言っています。
これは実は我々が今取り組もうとしているベーシックインカムと、まあ、私の場合通貨改革はセットなんですけれども、それを予言した言葉だと思いますね。ですからよくあのベーシックインカムの質問に、ベーシックインカムって共産主義じゃないのっていうご質問が来るんですけれども、ベーシックインカムはまあ共産主義ではなくてですね、さっきのローマクラブの人たちが言っていたように分配を主眼とした分配主義だという具合に考えていただいて、この分配主義こそがこれからの政治経済の新しいシステムの基盤になるんだろうと私は思っています。